知りたいことがたくさんあるんだ。ひとりぼっちずでーす。まあ世の中にはいろんな境目がありまして、まあ、県境であったり、国境であったり、まあ、格闘技で階級があったりですね。まあ手をつなぐとこまでは、浮気じゃない。このラインは越えないでねっていう、この境目というものはですね、この世の中の秩序を守るために非常に大切な役割を果たしているわけですが、でですね、そんな中でですね、やはり一番気になる境目というのは、焼きそばパンとパン焼きそばの境目ですよね。非常によく気持ちがわかります。やっぱりね、焼きそばパン美味しいですよね。だからどこまで焼きそばが入っていたら焼きそばパンなのか、はたまたどこまで焼きそばを入れたらパン焼きそばになってしまうのか、今日はその議論に終止符を打とうと思います。ということで、美味しそうな焼きそばパンがあります。まあこれは誰がどう見ても正真正銘焼きそばパンなわけでありまして、まあこれをポンと出されたら、あ、焼きそばパンやと思うと思うんですけど、こちらに純度 100% の焼きそばがございます。今日はですね、この焼きそばパンにどれぐらい焼きそばを入れたらパン焼きそばになってしまうのか、その境目を見つけてギリギリ焼きそばパンを食べたいと思います。それでは早速検証していきましょう。まずは一つかみ目。おお、どうでしょう、一つかみ目。焼きそばパンでございます。まだ焼きそばパンです。それでは二つかみ目。お、もうパンから溢れ出てきました。どうでしょうか、これは。いや、でもまだギリギリ焼きそばパンですね。それでは3つかみ目。うわ！もうこれはもうパン焼きそばでございますよね。ああ、もうこれは全然焼きそばパンではございません。これはもうパン焼きそばでございます。ということでですね、ここから徐々に徐々に焼きそばを取っていって、もうギリ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 焼きそばパンを食べますので、ちょっと取っていきましょうか。ああ、ここまでいったらもう焼きそばパンです。あららららら。ってことで、ちょっとだけ戻しましょうか。はい、ここ。はい、もうこれ以上ね、麺一本でも乗せたらパン焼きそばになってしまいます。つまりこれがギリギリ焼きそばパンの状態でございます。ということで、積年の夢、ギリギリの焼きそばパンを今から食べていこうと思います。緊張するな。それではいただきます。おいしい。けど